今回はあんこを使ったブイヤベースをご紹介します。材料はこちらです。ではあんこの霜降りをします。熱湯の中にあんこを入れていきます。あんこの特有の臭み、そういったものを取ってきますので、表面が白くなるまでちょっとお湯につけておきましょう。そうしましたらすぐに水にとって、固まった血ですとか汚れを取ってきます。水気を取って置いておきましょう。次に野菜を切っていきます。ニンニクの方は包丁の腹で潰しておきましょう。玉ねぎは軸を取っていただいて薄切りにしていきます。セロリは筋を取っていただいて薄切りにしていきます。椎茸は軸を取っていきます。白菜は軸のところを取っていただいて、あとはざく切りにしていきます。白菜の軸もうまみが出ますので薄切りにして入れていきます。4等分にしていきます。ブイヤベースを作っていきます。オリーブオイル大さじ3を鍋に入れていきます。ニンニクを入れて火をつけていきます。ニンニクの香りが出てきました。玉ねぎ、セロリを入れていきます。野菜がしんなりしてきたらあんこを入れていきます。白ワインを入れていきます。しっかり煮立たせていただいてアルコールを飛ばしていきます。ではトマト缶、お水ですね、塩、胡椒、水に浸したサフランを入れていきます。お野菜を入れていきましょう。蓋をして15分から20分ほど煮ていきます。じゃがいもを入れていきます。じゃがいもに火が入っているか確認します。はい、火が入りましたのでアサリを入れていきます。蓋をしてアサリの口が開くのを待ちます。その間にクリームチーズと味噌を混ぜていきましょう。硬さの方は煮汁で調節していきます。マヨネーズぐらいの硬さにしていきましょう。はい、アサリの口が開きました。こちらで完成です。最後にイタリアンパセリを飾って出来上がりです。